アワビ、アワビ、アワビ、フグ、アワビは耳飼い科の大型の巻貝飼いの総称。アワビ属についてはハリオティスではなくてノードティスとしている図鑑もある。シーの判別は外見からではほぼ不可能で肝ではなく生殖腺の色で見分ける。生殖腺が緑のものがメスで白っぽいものがオスである。アワビの殻は 殻の内側全体から層が孵化されて厚くなってゆき、成長した殻は長径 5cm から 20cm、短径 3cm から 17cm 程度のおおよそ楕円形である。形状は種により大きく異なるが、皿状の殻を持つ点では共通する。東アジアでは日本の北海道南部から九州、朝鮮半島及び、 中華人民共和国北部の環状体付近から、水深二十メートルほどの岩礁に生息し、アラメ、ワカメ、昆布などの滑走類を食べている。主に夜行性のものが多く、日中は岩の間や砂の中に潜っている。アワビの殻の背面には数個の穴が並んでいる。この穴は、エラ呼吸のために、外頭空に吸い込んだ水や排泄物、卵や精子を放出するためのもので、 殻の成長に従って、順次形成された穴は古いものから塞っていき、常に一定の範囲の数の穴が開いている。アワビではこの穴が4から5個なのに対し、トコブシでは6から8個の穴が開いている。また、アワビでは穴の周囲がめくれ上がってより穴の直径も大きいのに、対し、トコブシでは穴の周囲はめくれず、それほど大きくは開かない。 アワビは高級食材で、コリコリした歯触りが特徴。刺身、水米、酒蒸し、ステーキ、かゆなどに調理される。とれたての生きの良いアワビを磯焼きにして賞味する地方も、ある。また地方によっては、アワビの肝も、珍味として食べられる。変わったところでは、塩で固く締めたアワビの肉をおろし金ですりおろし、同量のトロロと合わせた、アワビのトロ,ロ汁という料理が存在る。 小泉武雄著、肥食沈食に詳しい記述あり。南米に生息する、アッキガイ科のロコガイ、チリアワビや、スカシガイ科のラパスガイ、ラパガイは、食感がアワビにやや似ているが、これらの貝は分類学的には、アワビとは全く異なる種である。中華料理ではアワビを茹でてから干したものを、カラアワビ、と呼び、なお、アワビそのものは、ホギ魚、と呼ぶ。 大きいものは大変高価でかつ珍重される。日本でも、古来、内陸部で食べるアワビはラアワビ、緑アワビで殻から取ったものを干し乾燥していた。高級な星アワビの産地として、日本の青森県や岩手県が知られており、大間町産のもの、関東語で、麦屋さんアワビ大間パウや、大船都市吉浜産のもの、木、ピンアワビ、吉品アワビカッパンパウは、香港で非常に高値で、 取引されている。大きいほど高価になり、一六6 0 0ム弱あたりの等数で10ほ乾燥品一つの重量が6 0ムなどと呼ぶ。遅くとも、江戸時代には日本から中国、当時は清に輸出されていた俵物。日本以外では南アフリカなどのものが比較的高級とされている。アワビの肉を演造し、 似て乾燥したものを、ミンアワビと言い、中国料理に用いられた。その製造は複雑かつ最新の注意を要した、ものであった。その工程は、除角カシオ、洗浄、成形、射軸、媒管、二度に乾燥という風になる。原料は、普通、まだか、眼光アワビという種類で、新鮮な損傷のないものを用いる。外気でエラを傷つけないようにしながら、 貝殻を除去し、塩漬けをする。その目的は塩味をつけるとともに洗浄を容易にするためである。塩量は製品に大きく影響し、多すぎると、射熟中に亀裂が生じやすくなり、しばしば表面に水棒ができる。塩が足りないと、肉面に黒点ができて肉が柔らかすぎて、形が整わなくなる。塩漬けは殻を除いた生アワビを大、大中及び小に分けて、 4トイリの樽に並べて塩をまいて、漬け込む。塩量は、生肉10あたり、大粒なら6斤、中流なら5斤、小粒なら4.5斤ほど。塩は表面に十分に付着するようにする。寒冷で塩が浸透しにくい時は、いくらか増量し、温暖であれば減じる。塩漬けして翌朝取り出してその桶に淡水を入れ、わらじわきでその中に入り、 残る、くまなく踏んで肉面に付着したお物、殻などを取り除く。その後数回にわたって水洗いし、一個一個、アワビ面をこすり、お物を除く、あらかじめ煮沸している手引き加減の釜に入れる。この時、アワビは、次第に縮まり、または変形するため、常に成形をし、かつ、肉が釜の底に焦げつかないように注意しながら射熟する。およそ1.5時間後、 釜の蓋を外し、さらに3から4時間ほど射熟し、すくい上げて陰干し、冷却する。肉が冷却するとホイロにかけて乾燥する。これは、水抜きといい、よく肉を反転して均一に火が通るようにする。こうして、適当な時に火から取り下ろし、放冷し、翌日、肉がなお柔らかなものに二番火を入れる。次には二度煮を行い、前回の射熟の不足を補い、かつ、 形状を固定させる。沸騰した釜に原料を再び入れ、湯が沸騰してきたら、原料をすくい上げてせいろに並べ、風通しの良い日陰で放冷する。完全に放冷したら、再びホイロルにかけて、しばらく売管し、原料を握って我慢できないほどに熱が加えられれば、取り下ろして放冷する。こうして、日干しと売管を、おおよそ晴天後から7日続けて、売管をやめ、 日干しだけをおおよそ1ヶ月続けて完成とする。山梨県の名産品にアワビの苦いがある。アワビの苦いは高級食材であるアワビ、耳が科かの黒アワビ、メガイアワビ、マダカアワビを丸のまま醤油ベースの煮汁で煮浸しにした加工食品。期限は不明であるが、山梨県は内陸部でありつつも駿河湾を有する駿河国に近く、 中世後期、近世には海産物が移入されている。武田市巨漢跡や勝沼市巨漢跡など戦国時代の武家巨漢からアワビの貝殻が出土しており、当時から内陸部においてもアワビが食用にされていたと考えられている。ただし、貝殻を外して加工され、苦いとして搬入された場合は、考古資料として残らないことも指摘される。 文献資料では、江戸時代の文政十二年、1829年の、笛吹市伊佐町に所在する篠原家文書に含まれる、御用その外日記が、書室で、形態は不明であるが、字かも、似害の文字が当てられている。また、紅花三年、1846年の、幸福記転換の学頭、林鶴寮の日記である、林鶴寮日記では、 夏の贈答品として用いられている、ニアワビ、生アワビの塩漬けが記録されており、江戸後期においては醤油を用いた苦いは塩漬けと区別されていたことが確認される。稀に、春先のアワビ類の中長線の接触により、光過敏症の中毒症状を発症することがある。これは、アワビの餌である海藻のクロロフィルに由来する、ピロフェオホルバイド A とクロ,ロフィル A によるであるが、 季節性を持つ蓄積の理由は明らかになっていない。この光過敏症に関しては、東北地方には、春先のアワビの内臓を食べさせると猫の耳が落ちる、という言い伝えがある。中朝鮮の接触後、日光に当たり1から2日で、顔面、手、指に発石、腫れ、頭痛などを起こす。重症例では、火傷のような水泡を生じ可能することもある。 全地には3週間程度を要する。対策は、春先に中朝鮮を接触しないこととなるが、色で見分けることもできる。中国医学では、アワビ族の耳がい、福とコブシ、エゾアワビなどの貝殻を、意思決明、赤血明と称して、薬用にしてきた。清し感明目、性感明目、すなわち、肝機能を改善し、同時に目の機能を高める効果があるとする。 主成分は炭酸カルシウムであるが、現在は中国においても日本においても極方には入いない。アワビの貝殻は大変丈夫で、ハンマーで叩き割ろうとしても簡単には割れないほどであり、アワビの貝殻の構造をヒントに割れにくい丈夫なセラミックの開発が進められている。このセラミックは宇宙船や人工関節、技師。 省エネ素材などへの利用が期待されている。貝殻をボタンやカフリンクス、ネクタイピン、真珠、ネックレス、指輪等の送信具などに用いる。また、殻の裏側には非常に美しい真珠光沢、干賞色があり、ごく薄く切り出したものをラデン細工などの工芸材料に用いる。また、宝玉と呼ばれる天然真珠を作り出すことに着目し、 殻の真珠層を利用して、真珠の養殖に使われることもある。養殖の違いには、餌として、滑走類を与えるものと、人工飼料や、粗め等を与えるものがある。後者は、殻が青から緑色になっており、生害となってもこの色が消えることはない。中、漁獲量は粘土により異なる。また、貝も、同種ではない。市町村単位、県単位でも順位が異なる。 密漁の対象となりやすく、2018年現在、日本で流通するアワビの45%が密漁品であると推測する者も,もいる。日本に生息する種は、古くから利用されてきたので、様々な地方名、方言名がある。日本列島では、縄文時代や弥生時代における貝塚から、他の海水産貝類と共に貝殻が出土することから、 食用とされていたことがわかる。平安時代においても、たびたび木簡にその名が登場しており、貴族が好んで食べていたことがわかる。中世から江戸時代にかけては、内陸部の遺跡からも出土している。万葉集では、アワビの産地として、三毛国と呼ばれる国々の他に、木の国が登場する。宝玉は、宝飾だけではなく、漢方薬として用いられていたとみられる。 特に貝類の真珠層には下熱作用があり、近年まで小粒のものは漢方薬として用いられていたが、現在、大半は入手しやすい、アコヤガイ真珠のものに置き換わっている。現在の真珠養殖が始まる以前、この宝玉が日本の真珠産業であったとみられる。日本全国で様々な俗信がある。次に、その一部を記す。漢族には、アワビという姓がある。 カンアワびの交わりで有名な宝酬もその性を持つものの一人である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。